ちょっとこう、胸が、キュンとしたというかな、なんか、おお、なんかすごいなと思いました。はい。キュンなんて笑う。こんにちは、僕たちは韓国人バンド、ピアルティでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は、ラトインプスの、かなたはるか。君の笑い方は、なぜか寂しさに似てた。君の歌い方は今日も朝焼けに見えた。何千年後の人類が何をしているかより、まだ誰もしない顔で笑う君を見たい。僕にはない、僕にはないものでできてる。君がこの僕を形てる。そんなこと言うと笑うんでしょう。そんな顔でさえ見たいと思ってる。これから一緒に勉強したいと思った方々は、登録といいねとあらませてよろしくお願いします。基本的な説明です。名前はラットウィンプス、活動は2001年からしました。レイブルは EMI レコーズと、事務所はポクティンです。この曲は新海誠監督さんの新作すずめの戸締まりの主題歌になります。あとこの MV は映像作家山田智和さんが務めて、楽曲の世界観に優しく寄り添う映像美が印象的な作品に仕上がっております。すずめの戸締まり、この作品を見てきましたけど、映画を見た後またこの MV を見て、結構つながりがあると思いました。それで皆さんも楽しみにしながらご覧ください。では行くわよ。나이때이어폰계속체크했잖아저도요나도나도그아무것도안들려가지고 소리가안나오나지금연결이안됐나이게영화가폐허가된공간들이배경이에요그래서여기딱보자마자영화그장면들이생각이나더라고요봐야되겠구나같이볼까난첫연출부터다른공간에서연주하는데이게한음악이되는게너무멋있었어가사에계속시간을의미하는게나오거든미래에서왔고약간그런느낌그게애니메이션내용이랑맞는것같아말을아끼겠습니다다시확인해주세요네타바네 이드럼소리되게심장소리같더라고요저는이거그냥다입힌건줄알았는데보니까옆에패드놓고선드럼옆에그렇게있더라고요세팅이저는옷보고아겨울왔구나아근데진짜심장소리라고말하니까그아침에그고요한소리에내심장소리도들리는것같은그고요함이있잖아그게막느껴지는것같긴하다알기쉽게바뀌는것같아요진짜 이제갑니다 딱쓸때가딱분명한딱잘라서뭔가중요한부분에이부분부터들어가면될것같은 느낌있잖아안맞으면앞에약간쉬고 조용해졌다가다들너무많이봤어 사실내전공이영화음악음향이야주인공달리고있을것같고막어막君の名前は이게너무잘어울리잖아이게너의이름은부터라또랑신카이사랑계속같이했거든요어느작품부터이제아예그냥제작에참여를했다고라또는약간너의이름전과후로나뉘는거죠전에는진짜약간빡센거했었거든요맞아약간락적인네락적이고가사도세고공격적이고지금약간희망밖에안보여요 그리고밴드음악을할때랑이런음악을할때랑완전작법이다른것같다고아예다른사람이쓴것같아요최근에도하나빡센거하나있는데진짜다른사람이쓴것같아요되게장르가넓구나이분도아니이번노래를구글에다가찾아보는데사람들이많이말한것중에하나가노래방에서부르기쉬운노래요즘그런노래찾기힘든데여기살짝분위기가변하는게딱쓸때가정해져있는것같은느낌뭔가생각해서여러개잘라서쓰십시오약간이런 너무좋아하실것같아요그감독이음악감독스트링적절하게잘썼다
이런 걸 발굴하는 것도 대단한 것 같아요. 원래 빡센 음악을 위주로 했었던 밴드인데 애니메이션에 어울릴 거라고 생각하고 캐스팅한 게 너무 대단한 것 같아요. 그니까 뭐에 딱 영감을 얻으셔서 캐스팅하게 됐을까? 난 이 보컬의 목소리가 약간 슬픈 그 느낌이 빡신 것보다는 약간 이럴 때 약간 매력이 더 보이는 것 같긴 한데 근데 사람들이 진짜 좋아하는 앨범은 오토바이 타고 있는 것 같은 그 앨범 Wake me up, wake me up, wake me up when you come back 락적인 음악이 많이 들어가 있는 음악을 제일 좋아하긴 하더라고요. 여기 장례식 장면에 드럼 마칭이 들어간 게 세레모니라고도 하는데 뭔가 더 슬프게 다가오더라고요. 마칭이 약간 행진의 의미가 있는데 장례식의 행진이랑 같이 나오니까 아, 이 음악을 듣는데 뭔가 겨울이 온 것 같은 느낌? 뭔가 계속 새로운 걸 찾아서 겨울에 다른 이미지를 찾는 것보다 모든 사람들이 공감할 수 있는 그 감정을 뭔가 표현한 것 같아서 너무 좋아요. 곡이 진짜 길어요. 6분 가까이 되거든요. 여러 곡이 합쳐진 것 같은 느낌이 들어요. 여러 가지 분위기가 들어있고 그리고 완전 몽골 초원 같은 데에서 다시 도시로 그런 것도 여러 가지 배경을 섞어놓은 느낌. 뭔가 떡밥 같은 거 섞어놨을 것 같아요. 저기 이케아가 너무 눈에 띄는 거야. 아까 여기 저기서 살짝 깨졌어. 아 일본도 한국 드라마처럼 그런 거 있나? 광고? 아 그럴 수도 있겠다. 광고 측은 너무 조금 보여주지 않아요? 가구라도 몇 개 더 있어야 돼요. 애니메이션에서도 상호명이 다 나오더라고요. 아, 그게 계약 조건이었을 수도 있겠다. 그럴 수도 있다. 대표적으로 뭐 지하철, 휴대폰 뭐 이런 게 다 PPL 이런 거. 크레이트도 되게 영화 같아. 페어에서 완전 미도리로 끝나네. 뭐 됐을까? 人類とかちょっとあんまり使わない単語じゃないんですか難しい単語というかななんだけどなんかラトウィンプスが歌うとちょっとこう共感ができるような単語に なんか感じれることがいいたかったんだけど今MV見てて最後に見たら、いや結局自然に戻れるなと、なんか人間ってなんかそんなイメージもあるし最後のドラムの音って曲が終わるんじゃなくてこれから行きますよのなんか感じで終わることでちょっとこう胸がキュンとしたというかな、なんかおなんかすごいなと思いました。はい、ちょっと早めに映画を見に行かないとっていう感じでした。本当になんか映画が 想像できるような曲でした。昨日僕映画を見てきたんですけど、このレビューを準備しながら映画の場面が思い出したんですけど、この MV を見ながらまた昨日の映画の場面が思い出して、もっと深い味がした感じになりました。それでこの MV と映画のタイアップが 完璧じゃないかなと思いました。 もともと 切に願ったら時間とかも超えるんだっていうことをすごく感じられて、もっと希望的な曲だと思います。今回もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラームセット、よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。